気がついたかい？ここ。狭間の世界とでも言っておこうか。どうせ君に理解はできないし、説明しても僕が面白くない。何者だ？それが重要なことかな。自分は誰なのか覚えている？俺はまあ上りたまえ。ただし気をつけたまえよ。もしここから落ちてしまえば無に帰るだけさ。そうだ、いいぞ。自分が何者であるかよりも君には先に進まなければならないゆえんがある。たとえそれを忘れていても君の中の炎は消えてはいない。その調子だよ、アスラ。アスラ！おやつらがこの地にあふれし浮上、ゴーマどもよ。見事打ち取ってみせい。だが暴れるだけなら猿でもできる。相手の出方に合わせて反撃してみせろ。そうだ、
ないか。敵に囲まれようとも惑わされるな。一匹ずつ狙いを定めるのだ。そうだ、他の敵にも注視してみろ。そうだ、その調子だ。やるではないか。拳は接近戦だけだと誰が決めた。叩き落としてやれ。直接確かめてやろう。限界を超えて入れていってみせい。
それでこそアスラよ。俺の名はアスラ。そう、それが君の名さ、アスラ。逆と破壊しアスラ滅滅。殺された。まさかアスラ様が反逆。神王が反逆者。アスラ殿ご乱心。反逆。反逆だ。反逆者。反逆者アスラは討ち滅ぼされた。デウスは世界を救うと言っているけれど、それでいいのかい？その犠牲になってこんなところで死んでいる場合じゃ。やめろ。え？どうした？気に障ったかい？お前じゃない。僕じゃない。泣き声が。泣き声？何も聞こえるはずはないよ、この狭間の世界ではね。
ここは君の生きる世界だよ。そうそう、時間は12000年ほど経っている。君たち神にとっては大した時間じゃないだろう。世界を救うだと。ただの地獄だ。アスラが目覚めたのは彼が死した時より12000年もの歳月が過ぎた時代。しかし変わらず世にはびこるゴーマが人々を襲い、その命を奪い始めた時、かつての八神将ワイゼンが兵を率いて現れる。